泉豆美は、日本の政治家。福岡県宗形市長。福岡県宗形町出身。成果は1717 17年創業の蔵元の伊豆本店。伊藤助地下の末裔と伝わる。宗形町立吉武小学校。宗形町立城山中学校。福岡県立宗形高等学校。京都女子大学文学部国文学科卒業。会社員を経て。 実家の伊豆本店に勤務。1989年に設立された生涯学習組織、胸方自由大学に実行委員として参画。KBC ラジオの番組、朝の色、色でパーソナリティを務めた。2011年、福岡県議会議員選挙に自由民主党公認で立候補し初当選。2015年、再選。2018年3月14日。 任期満了に伴う胸形市長選挙に立候補する意向を表明。同年4月22日投開票の市長選挙に自民党、公明党の推薦を得て立候補し、産業医科大学名誉教授の唐崎裕二、元市議の岩木久明を破り、初当選した。投票率は37.34%で過去最低を記録した。県内で初めての女性市長となる。 5月21日、市長就任。ありがとうございます。